はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく6時ですね。8月は9日の水曜日でございます。はい、岸田君ね、最近ちょっとおとなしい動きが報道されませんが、まあね、本当に見てると本当にうんざりするんですよね、あの人ね、ほんまにね、うわーと思って、本当に何も考えてないというか、考える思考機能がついていない、判断機能がついていないというですね、それを自分でも分かってんのか分かってないのかよく分かりませんけど、とりあえずはこいつ何も考えてへんなという行動が、あるいは言動があまりにも多すぎますね。今日はですね、長崎ですか、でも長崎は行かなかったんですね。あれ広島だけ行ってね、長崎に行かないっていうのはね、どういうことやねんと、長崎の人怒りますよ、はっきり言うて。で、自分広島やから広島に行ってるわけでしょ。むしろね、広島やからね、広島を置いといて長崎に行ったらええやんと思うんですけど、そういうこう発想はない人なんですね。もうで外交のね、岸田とか言ってるでしょ、絶対そうは思いません私。むしろ外交音痴の岸田ちゃうんかなという気がします。外交の岸田と言うてんのはね、外務大臣経験長いからな、ただそれだけなんですよ。で、外務大臣時代にお隣さんに2回騙されてるんですよ。2回騙されてて、今度また証拠にもなく、もう多分3回目騙されたんですよ。この前のあれですね、徴用工、いわゆる徴用工ですね、裁判でですね、解決策出されてですね、あれ解決してないんですよ、はっきり言って。向こうの国内ではですね、供託拒否されてるんですよ。だからあれ、ユン・ソンニョル政権から、左翼政権に変わったら、また蒸し返しますよ、あれ。そしたら3回騙されたことになるわけですね。アホちゃうかと思うんですけど、やっぱりそれもこれもね、ご自身で分かっていないからね、そうなるんですよ。でもこれもそうですね、昨日出ました、シンシアリーさんのブログにこんな記事が出まして、と思いましたけど、朝鮮日報、日本ユン政権に日米韓首脳会談での放流支持表明を要請、ユン政権は応じずというですね。ほんまかなと思いますけど、まあ、日本ではこういう関係の報道はないような気がします。ジタバタありのブログ更新します。ジャンボリー騒ぎの中、ユン政権としてはとんでもないニュースが流れました。朝鮮日報曰く、日本側から日米韓首脳会談の共同声明にユンタンも放流支持表明してねと公式要請があったとのことでして、ユン政権はそれに応じないでいるとも7月30日本ブログで取り上げましたが、韓国側メディアは日米韓首脳会談で処理水の関連で日米が同じ声を出し、それを最終的確認として、8月末あたりに放流が始まるだろうとの予測を出していました。賛成するわけにはいかない立場のユン政権としては、まあ気まずい立場になっていると、一応その続報のような内容で以下引用と、引用部分ちょっと読んでみますね。日米韓と外交当局が18日米国キャンプデビッドで開かれる首脳会議の際に発表する共同声明を調整中だが、日本が放流に対する支持表明を要求し、協議が進まずにいることが何のか分かった。日本メディアもこの日、日本政府が日米韓会議で放流の安全性を説明し、放流時期を確定する案を調整していると報道した。こんな報道あったかな。今回の会議は日米韓協力を一段階引き上げるためのものなのに、日本がこれを議題にするために無理な問題を出してきたわけだと、まあ、これ朝鮮日報の記事ですからね。韓国政府は放流時期は日本が決定して責任を負う事案であり、支持表明は難しいという立場だと。外交情報筋は、日本の今回の会議で放流を議題に挙げて韓米が容認するような形に演出しようとしているとし、韓国政府は慎重な態度だが、日本が支持表明を要求しており協議が進捗せずにいるとした。
読売新聞はこの日、岸田文雄首相が日米韓会談でバイデン大統領、ユン大統領と個別に会談を行い、法律は科学的根拠に基づいて安全性を確保しているという点を説明する予定だとした。新聞は20日に帰国した後、閣僚会議を開いて具体的な放流時期を最終決定すると述べたが、事前のお知らせと準備作業にかかる時間を考慮すれば、放流開始時点は来月初めから中旬頃になると思われる朝鮮日報と。しかしもしね、この通りであればね、アホですね、岸田政権というか、誰がこれ振り付けしたんでしょうね。外務省ちゃうのかなと思うね。外務省はアホですね。外務省ってね、あれなんですよ、外務省のことしか考えてないんですよ。外務省のことというとどういうことかというと、自分のカウンターパートと仲良くすることを考えてるんですね。いや、コリアンスクールであればコリアンの向こうですね、向こうの外務省と仲良くすることを考えてるわけですね。それがあって、それが第一なんですよ。日本国全体のことは第三ぐらいなんですよ。で、なんでね、これがアホなことかと言いますと、もうすでに認められてるんですよ。 IAEA もアメリカも文句ないと言ってるわけですよ。で、韓国政府もね、政府は文句ないと言ってるわけですよ。言うてのをなんかぐちゃぐちゃ言うてのは中国政府だけなんですよ。あと韓国の野党と。本当にもう黙って今放流したらいいんですよ。そうしたらね、もう既成事実化でしょ。なんでそれをせえへんやろうと思うんですよ。そうしたら、もうあれは終わりましたってやってますって言ったら、それで終わりでおしまいでしょ。ここで合意を求めたらですね、まるで彼らが許可をしなければ放流できないということになるでしょ。なんでそんな簡単な理屈がわからへんやろうと思って、不思議でしゃあないですよね。黙ってやったらええのなら7月になったらよかったんですよ。早ければ早いほどいいんですよ。早ければ早いほどこういう議論は続かないわけですから、なんかこう、喧嘩の仕方が、あれですね、下手ですね。こんなんね、IAEA の事務局長が韓国でボコボコにされそうになった、あの瞬間に放流してよかったんですよ。なんでね、そうしないかという、なんかもう、いや、だからね、これはね、そんなね、外務省案をね、乗ってる岸田政権がアホなんですよね。だから切り替え、外交の岸田ちゃうんですよ。外交音痴の岸田なんですよ、これ。岸田もう2年近くなりますけどね、外交で得点なんか上げたのほとんどないですよ。広島サミットぐらいですよ。広島サミットで、あれでも何かの懸案をね、処理したわけではなくて、あそこに読んだというだけなんですよ。あとは何にも懸案処理してないやん。そうでしょ。あれですよ、徴用工問題ってことは、あれ向こうの国内問題ですからね。あれをユンさんが勝手に解決案を持ってきただけであって、別にあれは岸田の得点でも何でもないですよ。大体解決してないし、ほんまに。あとはそうしたら何もないやんということですね。で、林芳正を解消してるでしょ、また。今度2回目でしょ、ホワイトハウス呼ばれるの。いやー、ほんで林芳正はちっともブリンケンさんと会談しないでしょ。今アメリカはですね、中国を相手にですね、丁々発止やってるわけであって、アメリカとしては日本をガツッと抑えておきたいわけなんですよ。まあだから今回トップ外交でアメリカはですね、呼ばれるわけですけど、キャンプデービッドに呼ばれるわけですけど、こう今ガツッと日米関係を固めなあかん時に、林芳正がずっと外相なわけですよ。外交音痴でしょ、岸田ってはっきり言うて。何も分かってないんちゃうかなと。多分それでいてとっても頑固だと思うんですよ。まだ安倍さんが生きてる時にね、林だけは外務大臣したらあかんって、もうものすごい申し入れをしたそうなんですよ。でもね、安倍さんとね、林芳正は選挙区が重なるんですね、次の選挙で。岸田はだから誤解したと思うんですよ。それが嫌でね、林芳正を要職につけないやと。いや、そうではなくて、あいつを外務大臣にしたらね、アメリカが3歩ぐらい行くわけですよ。全元に引いてるやん。ブリンケン、林会談ってほとんどないやん。そうでしょ、もう2年もやってるのに。本当になんというか、分かってない。と、岸田が分かってないのもアメリカも分かってるんですね。また、アメリカもね、バイデンがパンダ派でしょ。
でもアメリカは周りがガツッと固めてるんで、バイデンに勝手なことをさせていないと、私はそういうふうに見てますけどね。ほんま情けない。新シアリさんのこのアドレスを貼っておきます。確認された方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。